何してたの？何もしてなかったっす。あの、オーディション動画見てました、ずっと。ああ、そっかそっか。オーディション見ながらね。はい。反響どうだった斉藤君。反響、良かったっすね。前回に比べて。なんか、あ、喋るようになってるみたいな。俺の中で一番面白かったですよ。俺も笑ったもん。そうかと思ってます。俺は笑ったの半分、ちょっと心配半分だったから。ああ、そうですよね。そこ行くかみたいな。受けるんだと思って。兄貴もちょっと心配そうな顔してたよ。斉藤君大丈夫かみたいな。確かに。大きな顔で。え、いいのみたいな。決まりましたね。なんと、強敵、胸毛二期と対戦ということで。斉藤君。はい、いやめちゃくちゃ強くないですか。めちゃめちゃ強いです。めちゃくちゃ強いよね、はい、めっちゃ強いし、斉藤君よく言ったよね、うん、ああ、本当ですか。マスペース取れないとりあえずすごい、気合い入りすぎてる。はい、気合入っちゃってね。はい、かわいいっすね、やっぱ胸毛2期とね、対戦が決まってね、はい、俺はちょっとびっくりしてるよ、斉藤君がやるって言った時にね。そうだったよね、お願いしますって言ってましたからね、はい、理由がね、胸毛2期みたいにはなりたくないと17年間でしたっけ。17年間、はい、17年間彼女がいない胸毛2期にならないためにも、はい、そこは今回戦って乗り越えたいという理由で決まりましたからね。そうそうですね、確かに同じ匂いはするよ、はい、しかも僕中学校卒業するまでずっとプロレスラーになりたいと思ってたんですよ。え、初めて聞いたんだけど。そう、本当本当僕あの中学だからそういうのもあって、すごいなんか似たものというかみたいのをちょっとなるほど感じたっていうのもあって、プロレスに憧れる彼女いない、清潔感があまりない。キャラかぶりがすごいです。キャラかぶりですよ、確かに。そうなんですよ、マジでキャラかぶってんな、うん、10年後の斉藤君がそうならないためにもね。そうそう、胸毛二期さん若いんだよね、意外に。何歳なんですか。32?1?32 とかだった。えって言っちゃったよ。だいぶ失礼だ。確かに樋口さんの2個下みたいな。そうだ、じゃあもう、はい、あんま変わらないんだ。結構同世代。そうまあでも本当にね、強いんで、めちゃめちゃ強い、正直、うん、まあ、今やったら絶対勝てないと思う。斉藤君前回さ、元気さんに負けちゃって、次は絶対勝ってもらいたいわけですよ俺は、うん、斉藤君の負けて泣く姿は見たくないし、視聴者のみんなも見たくないと、勝ってほしいと、うん、で、まあ、ここ俺が頑張って強くして勝たせないといけないんで、だからあの強敵に勝つためには生半可な努力じゃダメだと、だから今日からもう本気で追い込みをする、はい、はい、なんでこっから斉藤君を強くしますよっていう、今日 YouTube をね撮っていきます。おお、本気で指導するんだよ。よし、やっていきます。はい、3分でやっていこう。お願いします。おっ、ちょっと、よし、おおおおおあと1分。お、いけいけ、いいねいいね。うわ。最後良かったっすね。食べたものでしょ。もっと来ないといけないね。1分間殴り合い始まった。パワー対決。おお。
さあ、来た。おー、ウタルズ突き刺していく。おっと、どうか。ダウンではないか。足が、チスの足が止まった。倒れたさあ、チスの足が止まっている。一気に襲いかかっていくミスターブレイキングダウン、川島優太。止めた、止めました、ハチス。さすがですね。いや、強かったですね、川島選手、はい、びっくりしました。素晴らしい勝利だと思います。ミスターブレイキングダウン、川島優太です。大丈夫、反省してね、今回大丈夫、大丈夫、まあ、そうそう、出してくださった大ダメージです。どうでした、やっぱ。強かったですね。強かったですか。結構回っちゃいました。そうですね、ありがとうございました。まあ、切り替えてやるしかないんで。そうですね、そうですね。すごいレイキングダウンで、頑張ります。また待ってます。はい、ありがとうございます。